ようこそ。木曜日担当の坂内愛です。今日はひな祭りパーティーのためのデザートをちょっと手作りでやってみたいと思います。アシスタントがいるので紹介します。おいっこです。イエーイさあ、このおいっこと一緒に作っていきますので、皆さん最後までお楽しみください。スタートです。では作っていきましょう。あと100、100よりちょっと多めにしといて。それじゃあこれで300入れます。では火にかけて牛乳を温めます。木べらだと結構混ぜやすいです。だそうです。あ、お砂糖入れます。に入れます。はい、ジャラジャラがなくなるまで混ぜたら、はい、ゼラチン入れます。そうです。はい、入れてください。溶かします。じゃあミルクプリンはとりあえずこれで OK だね。はい、はい、OK です。これでちょっと粗熱を取ってから冷蔵庫で冷やしていきたいと思います。いちごさん登場です。とちおとめ買ってきてくれたんだよね。なぜかとちおとめにしたんでしょうか。入ってるのがほとんどが真っ赤なので、うん、とちおとめがあったのでこれにしました。そうね、今旬だからね。いちご真っ赤で美味しそうだね。このいちごをですね、まず洗っていきたいと思います。はい、では洗ったいちごどうしますか。はい、3個飾り付けのやつを選びます。はい、飾り付け用で3つ取っとくそうです。それでいい。あと全部ヘタを取ってハンドミキサーに入れちゃいます。はい、お願いします。はい、 OK ですね。はい、ヘタ取りましたので、はい、スタート。OK じゃない。はい、 OK。 では続いて卵黄2つに砂糖 60g 入れてください。はい、そして混ぜてください。本当にひどくなるの。なるよ、なるよ。よく混ぜて、白っぽくね、薄く白っぽくなるまで。もっと混ぜるともっと白っぽくなる。いい、頑張って。そしたらそこに牛乳入れるよ。全部じゃないよね。うん、はい、混ぜて。はい、はい、オッケー。はい、ちょっと温めたさっきの液にゼラチンを今度はね 10g 入れていきます。それでちゃんとね溶かします。このゼラチンふやかさなくていいからとっても楽だね。それではちょっとこうね、氷に当てて冷やしつつ、いちごのさっきのピューレ入れていきます。うん、入れてっていいよ。持ってよっか。はい、じゃあお願いします。全部入れないよね。いいよ、ゆっくりゆっくり。あ、こっちの手でほら、これをそうそう添えて。全部入れちゃっていい。うん、入れますよ。はい、きれい。すごいいっぱいできんね。じゃあさっきのちょっと粗熱を取ってる間に生クリームを泡立てていきます。200入れます。ゆっくりゆっくり、うん、あ、そう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 。あ、うまいうまい、うまい。はい、じゃあ今泡立てた生クリームそこに入れちゃってください。そう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 、 OK。 じゃあ混ぜてください。なんかちょっと泡立てすぎたみたいですけど、頑張ってちょっと混ぜてます。こんな感じで
混ざりました。はい、さっきのやつ固まりました。ちょっとプルプルってやってみて。あ、いいねいいねいいね。じゃ、はい、座って入れていきます。あ、いいじゃない、上手上手。それではこの状態で冷やしていきたいと思います。さあ、固まりました。それじゃあここに飾り付けしていきます。ほらほら、牛乳プリンといちごのババロアが2層になってます。飾り付け用のいちごアシスタントが切ります。あ、上手。いいんじゃない。真ん中に生クリームやると綺麗です。こういう感じ。そんな感じです。こんな感じです。お花が咲いてるみたいね。今そうだったね。見てこれで出来上がる。それではせーの、完成です。さあ、いかがでしたでしょうか。ちょっと賑やかなお試しリポートでした。簡単にできるので皆さんもよかったらやってみてください。また来週。はい、OK。